パトリック・アバークロンビー。サー・レズリー・パトリック・アバークロンビー。サー・レズリー・パトリック・アバークロンビー。1879年6月6日から1957年3月23日は、イギリスの都市計画家、建築家。ロンドンプランなどで有名であるが、これらの計画の中で、最も批判を受けたロンドン首都圏、外閣環状道路網案、大ロンドン計画は、現在、 M25 として完成し運用されている。また自身が就任していたリバプール大学にアバークロンビー広場がある。イギリス中部の小さな工業都市アシュトンアポンマージーにマンチェスターで株式仲介などを営む実業家の9番目の子供として生まれる。弟のラッセル・アバークロンビー、ラスキルズ・アバークロンビーはイギリスを代表する詩人の一人。息子のニール・アバーロンビーは タスマニアで都市計画局長を務めた。おいに、細胞生物学者のマイケル・アバークロンビー、マイケル・アバークロンビーがある。ラトランドのアッピンガムの寄宿学校で学んだ後、父の知り合いであるマンチェスターにある建築設計事務所で4年間建築家としての修行を積み、その後はコトチェスターの建築設計事務所に勤むし、実務経験を積むが、1909年。 創設間もないリバプール大学都市計画学科の研究員となり都市研究の道へ進む。スタンデアドシェット教授の下で都市に関する世界有数の学術誌、タウンプランニングレビューを総看護から編纂を手伝う。同時期にウィリアム・ハスケート・レバー教によって創設された海外研修制度で留学の機会を得てヨーロッパの主要都市を訪れる。1914年。 アイルランドダブリン首都と計画コンペで満場一致で一等に入選し国際的な名声を得る。1915年にはアドシェット教授の公認としてリバプール大学都市計画学及びシビックデインの教授に就任。1935年まで20年にわたって務める。1920年には政府の要請によって 観光都市であるドンカスターの地域計画を作成し、1922年には正式決定する。その後プリマス、キングストンアポンハル、バース、エディンバラ、及びボーンマスといったイギリス主要都市の都市再計画を立案していく。1925年には、その設立に尽力した略称 c p や名誉会長を務める。その間、レバーのもあって、特に、 イギリス海外の統治地、植民地、入植地の都市コンサルタント業務を積極的に引き受け、1930年には教え子の一人、クリフォード・ホリディラと共に、ハイファ計画などを立案する。1935年に、ロンドン大学に移籍し、1946年まで、都市計画学教授に就任する。1937年から1940年に、かけて、 大都市のあり方を調査報告するバーロー、ジャックナイフ委員会の委員長にロイヤルコミッションから任命され、バーローレポート作成に協力するとともに、政府の依頼を受け、人口300万人規模の都市計画、カウンティー・オブ・ロンドン・プラン、1943年と、一般にアーバークロンビー・プランと呼ばれるグレーター・ロンドン、大都市圏、計画、194年を提案する。 後者は1943年の公表より拡張していて徹底的な検討を加え自身の意図や理想を取り込んだ実践的案で自身の都市計画部にや50年間の経験と蓄積集大成でもあり現在でもロンドンの都市計画を語るとき頻繁に引用を受けているこのプランで提案させているもののうちニュータウンはインナーシティ問題も引き起こし ドックランド計画につながることになる。ホカグリーンベルトは同時に立案した土地利用計画が厳格に守られているという。1940年、スリランカ正論大学キャンパスを設計を手掛ける。第二次世界大戦後のロンドン復興計画は有名で、また1945年にエドウィン・ラッチェンス教の支援で、キングストン・アボンハルの首都、カウンティーで、エープラン・フォー・ザ・シティ カウンティオブキングストンアッポン春に携わる。この時に発表したアバークロンビー計画は春時にこそ採用されなかったものの空爆を受けたロンドン市の住宅難に対応するためロンドン北東部の開発に生かされた。ハーロー、クローリーあるいは M25 でロンドン都心と結ばれた郊外型住宅地の一つハロルドヒルの街づくりが始まる。ついで1946年には ロバート・マシューズと共にクライド・バレー地域計画に着手。あるいは人口過密の解決のためスコットランド発のニュータウンとしてイースト・キルブライド・カンバーノールドの誕生に結びつく。やがてリチャード・ニクソンと共同で1949年にボリック再開発計画を提案。ビクトリア常用式の住宅をほぼ全て取り壊し、大規模な環状道路を設けようとした。 国際建築家連合、略称、ウィアが1948年に新設されると、初代会長に就任。同年、コロンボの都市最高成案を作成すると、その後、英国政府の依頼で、マルタ、香港、キプロスなど、短期の都市コンサルタントを務める。市の直前には、エチオピアに、都市計画に関する提案を行い、1956年に、 アディス・アベバの首都計画を作成するよう委託されるものの翌1957年死去。なお、ウィアはその功績を称え、優れた都市計画に対して送るパトリック・アバークロンビー教書を設立した。またアバークロンビーが1915年から1935年に暮らしたウィラルのビレッジロードにある家には、その場所に歴史的な意味があることを示すブループラークが 取り付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。